これまでのバイオハザードリベレーションズ。ここに積まれているウイルス兵器 TRS は世界の海5分の1を汚染する。クソテロリストめ、奴らあのウイルスでまたテラグリジアパニックでも起こす気か。奴らの望みはテラグリジアパニックの真実、その裁きさ。レイモンド、君が見つけた身元不明の女の子か。マルコイネンボッキ空港にチームを送ってくれ。この船の手がかりがあるかもしれない。ケースとクエントを現場に向かわせる。雪山に？雪山の方が迷惑だぜ。デルトロの背後関係まで徹底的に洗ってくれ。はい、白熊です。久しぶりにバイオハザードリベレーションズ続きをやってきます。間3ヶ月ぐらい中断しちゃいましたけど、まあストーリーはね忘れちゃって、操作性もねちょっと不安なんですけど、おさらい予習なしでやっていきましょう。よろしくお願いします。なるほど、状況は把握した。私も君らが発見したセキュリティートークンは墜落機のものだと考える。代表、ジルとパーカーからの連絡は？いや、ないままだ。海上からの捜査を続行中だが、依然船の位置は不明だ。そりゃまずい状況だな。無事だといいんだが。ああ、これ以上の時間経過は命に関わる。我々には手がかりが必要だ。君らも墜落現場で端末を探し、ベルトロの作戦情報を洗ってくれ。墜落現場まであとちょいか。急ぐぜ。我々の新展開が事件の鍵を握ってますよ、グラインダー。よし、やっていきますか。でも意外に明るいな。さすが北欧、俺が白やね。よしよし、何もないね。お、 BOW、 やはり私の展開予測通りですよ、グラインダー。狼だし頭割れないけどな。なんか来そうで怖いな。来た。グラインダー、私は端末調査に直行します。こいつらの始末は頼みましたよ。おい、フェント、あいつ機械まっしぐらかよ。あれ、もう一匹いなかった。いなかった、あいつか。ああ結構登るね、サッカー。っていうか敵来たのに置いてくなよ。お、なんか、ああこれが墜落機ね。まだですか？じらさないでください。よし。お、どうした？おい、遊んでる場合か？違います。いや、あの、なんだろう。いきなり衝撃が。どうした？だから、殴られたんです。見えない何かがいます。確かです。マジか。うわ、来た。入った。消えやがった。監視映像の謎。さっきのか。解説どう思う？うわ、いきなり吹っ飛ばされた。一匹仕留めた。残りはあと。どこだ。どこだ？の？どこ？また仕留めたぜ！ベト、残り何匹だ？うわ！
あぶね。なんか銃の切り替えがうまくいかねえな。うわあ、どこだよ。危ない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 、死ぬって。終わった。危ねえ。新手が来ないうちに輸送機の端末を起動しましょう。手榴弾拾っときゃよかったよ。付け方わかんないけど。ああごめんなさい、咳しちゃった。じゃないの？の、あるじゃん。の、なんか発見。特殊隊投入指示書。特殊隊に関しては緊急事態の麻酔薬を投入。これがあれか、透明の、悪いやつか。そういうことか。なんもないっすか、お宝。なさそうっすね。こっちに行くんじゃねえの？あ、そっか。飛行機でなんかトークン突っ込むつえだな、そういえば。これか。おう。これで起動可能だな。あとは。おい、クエント。出番だぜ。通信記録はない。ならば別の手を尽くすのみ。楽勝か。端末の前だ、威勢がいいな。ジェシカちゃんの前とは大違いっと。グラインダー！うっ！なんだよ。代表に即時連絡です。こちら本部、オブライエンだ。どうした？こちらジャッカス、船の位置を捕捉、即時座標を転送します。よくやった、吉報に感謝する。あ、これでじ、あれだ、ジルがいる場所がわかるんだ。一瞬で座標をつかむと。いや、予定航路と経過時間から位置は計算できるが、それにはかなり時間がかかる。だから、さすがだって。ではなくて、私はその計算をしていないのです。彼らもこの船を捜索中だったようで。おい、一体何の話をしてるんだよ。つまりベルトロがベルトロのアジトと逃げ出して、ベルトロの船を捜索って話か？トンチが必要ですね。どれが本物なのか、いや、すべてが偽なのか。だったら、俺たちはどこの誰と戦ってるっつんだよ。まさしく、その正体こそ掛け落ちたパズルのピースなのです。こちらクリス、座標を確認した。近いわ、すぐ迎える距離よ。オブライエン、これから現場へ向かう。
よし。エピソード5クリア。SSSS ゲットってことで、久々のリベレーションズ、これからねまた少しずつ進めていきますので、皆さんよろしくお願いします。白熊ゲームの白熊でした。また次回よろしくお願いいたします。